はいどうもケンケンです。今回もクイックデリバリーの DIY 進めていきたいと思います。いよいよですねこの車も完成が近づいてきてですね佳境にね入ってきたんじゃないでしょうか。で前回の作業としてはこちらねキッチンをまあほぼ9割ぐらい完成させました。まあ、あとは配線するだけなんですけどちょっとそこの段階だけまだ最後に残しております。いや本当にねいいキッチンになったなとちょっと自分で言うのもあれなんですけどまあそんな風に思いますが、まあ、ちょっと改めて見るとですね見てください扉のこうズレがあったりだとかまあここはまだ固定してないんですけどね上のコーキングもちょっと雑になってしまったりとか。あそうだコーキングで思い出したんですけど前回の動画の最後の辺から天板のコーキングが汚すぎるっていう話もねしたと思うんですけどハンガー開きの時にねマイナスドライバーで綺麗に剥がしました。やっぱここの天板はねコーキングがない方が綺麗ですね。すんなり剥がすことができてよかったです。あとこのシンクに関してはねまだ固定してないです、まあ、やっぱり配線してからじゃないとね作業スペースなくなっちゃうんでこれはつけてないですね。そしてこの排水ですねこれはですね僕の準レギュラーのよっちゃんにつけてもらいましたけども床下のねタンクにつながっております。ここね一回なんだろう電気とかつながなくていいからあそこのシンクに水流せばね排水テストを行えますのでちょっとねそこをやってみたいですね。あの水漏れがないかをチェックしなくちゃいけないのでちょっと時間見つけて検証します。そして本日の作業としてはですねちょっとねここのトイレをやりたいなっていうふうに思っていたんですけど実はここのスペースってそのトイレだけじゃなくてもっといろんな装備をここに集約させる予定です。でその装備たちが届かないとねどうも採寸できなくていろいろ考えたんですけど一旦ここはまたなしになります。今回はここ車体後ろにですね上部収納を左右につけていきたいと思います。でおそらく大きな工程としてはその上部収納が左右についたらあとはここの一角の DIY と最後に扉をつけて終わりっていうことになります。まあ細かいこと言ったらここにカーテンつけたりとか運転席側にライトがないんでそういうのをつけたりとかっていう細かいことはあるんですよ。だけど大きい家具造形っていうのは本当この上部収納とここの一角とドアっていうことですよ。やべちょっといよいよ感出てきましたねほんとこう改めて見ると。ということで早速ですね上部収納作っていきましょう。まずはこのキッチン横こっち側から作ってみたいと思います。木はすでに切ってありますのでちょっとそれを組み合わせながらやっていきます。じゃあまずですね上部収納のこのサイドの部分を作っていく必要があります。事前に必要なサイズは切ってきたんですけどここからまあ曲面などをね造形していくんですけどまたこの薄い段ボールを使ってですね型取りをしていきます。はいそれでは今型取りしてきました。このパーツをね作っていきます。ではこれをジグソーで今度切っていきます。それじゃあこれあと当てがって削っての繰り返しやります。全然違うね。参ったねこれ。はいもうね6回7回目ぐらいかな。おー、はい、取り付けます。ちょっとこっちはまだね綺麗にしてないんだけどとりあえず接地面は細かく調整できたかなと思います。でこれ1枚作ったことによってこの反対側のね型にもなるわけですよ。ほぼ一緒。ほらほぼ一緒じゃない。うん、なんでこれでもう1枚作れる。あとこの僕のベッド側にもまあ端ももちろんだけどこっちに受けもう1個作んなくちゃいけなくてここはねやっぱり形が違うみたいなんですよ。ちょっと違う。あ本当だ、ちょっと隙間が空いちゃうね。そうちょっとね隙間が空くんですよね。やっぱ若干違うんだろうね。うん、ちょっとここの場合で言うと大きめに残すとかね。じゃあこれを元にですね他の板にも転写して型を取ります。はい、出来上がった仕切りは早速塗ります。ダークウォールナットですね、オイル系の塗料で塗っていきます。もうだいぶ暑くなってきたんでこの辺は結構すぐ乾くよね。うん、うん、取り付けもね割と1時間後ぐらいにはねできちゃうかもしんない。はい、じゃあヤマメが塗装してくれてる間にですねまた上部収納を固定するためのパーツを作っていきました。これが全部で9個あるんですけど、まあ、このピースを使ってさっきの仕切りを壁に固定していきます。はい、それでは塗装が乾きましたのであてがってみます。こんな感じで取り付けていきます。はい、取り付け方法としてはさっき切ったこのピースをね装着することによってこの仕切りにヘリをつけて壁に固定するという方法でやっていきます。うん、はい、これでヘリがねつけられました。はい、じゃあ今ね上つけました。まだね若干こう揺れるんだけど上に対してはね重たいものを入れる予定はないので、まあ、固定としてはあとコーキングだけ打てばいいかなという感じです。まあ、割とやっぱコーキングがしっかり入ればねガチガチになるもんね。では今度ここのヘリにですね敷板をつけていきます。でこれをこのキッチンつけた仕切りに、まあ、こう当てがっていくような形でねここが一直線に台になります。かなり長い収納になるよね。うん、内側に関してはね、まあ、そんなね
小さいんだけど横長な、丈夫収納ですね、作っていきたいと思います。でこの丈夫収納に使う木に関しては、まあ、木材の中でも軽めなものを選んできました。やっぱ車体の上にね重いものを着てしまうと横転の可能性とかもあるんで、まあ、特にクイックデリバリーさ細くて高いもんね、うん、それがちょっと怖いんで、まあ、そのあたりはちょっと工夫してねやっていきます。はい、はい、じゃあちょっと加工してきました。ちょっとここの加工の理由なんですけど、僕のクイックデリバリーは基本的にどこの天井も外せるようにして後付けとかメンテナンスというのがしやすいように考えたんですけど、これ丈夫収納つけたりとか、まあ、こっちもねクーラーシステムとかクローゼットとかいろいろ考えた時に改めて天井を外すっていうよりは点検口を作った方がいいなっていう風に、まあ、ちょっと僕も思ったんでそっちの方向にシフトしました。ただですね、こういうベンチレーターとか天井の照明が埋め込んである部分というのは外せないとメンテナンスできないので、この中央の1本ここだけは外せるようにしました。でそれの配線のための点検口がこのパネルになります。この細いやつ、まあ、こういう感じにした方がねおそらく後々楽なんじゃないかなと。でもう一個のこのパネルですね、こっち側はもう固定します。基本的にはもう外さないってことですね。でこの位置ですね、ここを少しね切り欠きました。もともとこの車のメインバッテリーっていうのは後ろについてるんで前から配線持ってくるものって限られるんですけど、まあ、例えば今考えてるのはバックモニターですね、そういった配線をするために前からですねコードを持ってこなくちゃいけなくなってしまうので、前の天井もね加工できるんで後で外すんですけど、ここから紐が出てきて、まあ、後ろに行くという3段ですね。でここに関してはね斜めの板を入れます。あの配線隠しですね。でまあ僕が今こうやって仕切りをつけてるんですけど、こっち側の仕切り全てに、まあ、このようにね切り欠きを入れてます。なので後ろまでこの丈夫収納の裏を通って配線を隠しながら回せるっていうことですね。しかもメンテナンスも丈夫収納こう上げるだけでできますので簡単ということです。まあ、なるべくメンテナンスが簡単なようにね壁にコードとかを埋め込まないっていう作戦です。次はですねあらかじめ切っておいたこの棚板の角を取ったりとか塗装ですね、それをやっていきます。はい、今ですねこの棚板のところにまた縁をですねつけています。40ミリの縁ですね。角取りはしたので、まあ、この状態で固定していきます。はい、ちょっとですねさっき切ったこの仕切りなんですけど、なんかね出っ張りすぎちゃってね圧迫感を感じたので少しスリムにしました。まあ、引きで見るとねこんなような感じになってます。で今色塗りが終わったらねここに棚板を設置していくんですけど、その位置のラインもね引いておきました。なので一回棚板のピースもねここにつけてしまいます。いよいよこの棚板をつけていきます。はい、じゃあこんな感じでね丈夫収納を取り付けることができました。いや割といい感じじゃない、しっかりとした丈夫収納になりましたね。まあ、問題はねここ座って頭がぶつかんないかってとこだよね、うん、ちゃんと計算して作ったんだけど、まあ、当たらないけどちょっと気をつけなきゃみたいなのがあるじゃん。ちょっと座ってみようか。全然大丈夫だね。ヤマメに関して言えば問題はないです。立ち上がる時だけちょっと注意かな。でもこうやって立ち上がるからそうでもないよ。全然ほんと勢いよく座ろうとしたりとかしなければ、うん、ぶつかることはなさそうだね。じゃあこっちの僕のベッド側にもね丈夫収納つけるんですけど、高さ一緒なんで頭ぶつかないかだけチェックします。怖っ。あ、ギリギリ。今はちょっと立つ時とか座る時とか気をつけた方がいいかも。胸張るとぶつかる。うん、ほんと起き上がる時にもうやべ時間がパッって言ったらもううんさってこう持ってかれるかもしれないね。髪の毛ね割と頑丈だ。あ、本当だね、強っ。まあ、ここにさらに抗菌固定をしていくから、うん、まあまず大丈夫でしょう。はい、で基本的にこのロッカーっていうのは衣類とか、まあ、爪切りとかの生活用品、うん、まあ、そういった軽いものしか入れないので、まあ、おそらく耐火重的には問題ないかと思います。それではもう一本の丈夫収納もつけていきましょう。はい、こんな感じですね。左右に上部収納の棚の部分が完成しました。まあ、まだねここからやることというと、やっぱ衣類を入れたいんで扉を取り付けていきたいと思います。そしたら扉を止める柱を一回入れてみて採寸して扉を切り出すという流れですね。はい、扉が切り出せました。ただね
昨日まではね多分あんま曲がってなかったと思うんだけど、もしくは見落としてたのかな。結構板自体が湾曲しだしてます、軽い木ほど曲がるのか、ちょっとね木材に関しては詳しくないんですけど、こんなだったかな。俺まっすぐのやつ選んできたんだけどね。結構慎重に選んだの。慎重に選んだんだけどね、とりあえずこの湾曲している丸みが出ちゃってる面を室内側というか、ね、見える方にしていきたいと思います。じゃあ角取りします。磨いた扉ね、またしっかり塗装していきます。磨くと綺麗だな。じゃあ取っ手をつけます。測ってあるんで、この目印に合わせて。さて、いよいよここからがね問題なんですよ。長板ってもうめちゃくちゃ難しい。本当に1ミリずれるだけで苦しい音が出るんだよね。はい、こんな感じでですね、上部の扉取り付けができました。一応全部のねドアが干渉しないように開け閉めできて、金具もね変な音が鳴ったりはしないように、結構慎重にやりました。問題はこう取り付けてからなんですよね。取り付けてからまたその取り付けのね角度でこれが少ししなって、いろいろ干渉したりとか不具合が出てくるのが、まあ前キッチンの上部収納であったので、ちょっとこれもね慎重に取り付けていきたいと思います。よし、ちょっと当てがってみようか。はい、これを両サイドから天井ビス止めして、でもそれだとたわんじゃうから、間に柱を立てれば完璧。はい、こんな感じでね仮止めなんですけど、つけてみました。どうでしょうか。これ思ったよりすごいね。すごいね。なんかついてからわかる。これめちゃくちゃすごい。なんか雰囲気がめっちゃ締まるんですよね。ちなみにつけてないのがこちらです。ほら、こう見るとさ、扉があるだけで高級感が違うね。いや、こんなにね綺麗にできるとは正直思ってなかった。いや、マジで慎重に長板つけてよかった。でも扉も大丈夫そうだね。あ、大丈夫そう、あとは磁石キャッチャーと、こっちでも使ったけどこのストッパーね、これこのストッパーをつけるっていうところで上部収納完成かな。とりあえず今日はもう時間的に難しいので、また明日作業を再開したいと思います。はい、2日目になりました。今日はですね、まずこいつ自体のコーキングをしてしまいたいと思います。で、作業中にこう安定して固まるっていう三段ですね。なのでこのマスキングテープでねはみ出ないように、基本的にはこのなんて言うんだろう、コーキングが見えないようにしたいんで内側にコーキングをしていくんですけど、この仕切りだけはね外側にします。もうね学びました、コーキングは。何を？もう縁びっちりつけて、塗ったらすぐ剥がす。夏は特に、冬はすごいゆとりがあったよね。ちょっとして剥がしても全然剥げたんだけど、あ、こんなくっついてくるんだと思った。はい、それではねコーキングを様々な場所に施しました。まあこういうね直線のところはね割と綺麗に打つことが今回できたんですけど、やっぱこういう端ですよね、ことかめちゃくちゃ汚いけど、ちょっと今時間もなくてですね、自分用だからいっかっていうちょっと妥協もね出てきてしまっているんですけど、最低限はね綺麗にいけたのかななんていう風に思います。細かく見なければ。この棚板部分に関しては中からね見えないようにコーキングしました。ちょっと下手なんで僕。これでねしっかりと上部収納固定されるんじゃないでしょうか。で、次になんですけど、こちらの柱ですね、これを上部収納の、間ですよね、刺していきます。はい、それではね、このような形で柱をつけることができました。この柱がないとですね、このキッチンの上部見てもらえば分かるんですけど、この金具がつけられないので、完全に仕切る必要はないなと思ったもののですね、そういうのが必要ということで取り付けました。実はねこれ取っ手なんですけど、もう売り切れでね、なんか3日連チャン通ってるんですけど、やっぱり入荷してなくてですね、こちらは何もない状態になってます。ちょっと小残念だよね。一応ネットでも注文したので、時間が経てば届くことにはなってるんですけど、現状はこんな感じです。扉の固定金具ですね、つけていきます。で、それがこれワンタッチステイストップ付きってやつなんですけど、これをねつけていきます。で、僕もこれ一回失敗したんですけど、このステイってね右用と左用があるんだよね。ちょっと知らなくてですね、この扉で言ったらこれ右用のステイなんですよ。で、左につけたかったらちゃんと左ってやつを買わないとこっち側につけれないんですよね。なのでつけたい部分によってちゃんと右左を分けないとダメです。ということでですね、右3左3で買ってきました。これビス止めするだけなんでね、早速つけていこうと思います。
あ、今ね結構手こずってたと思うんですけど、なんとね扉のベースの位置がね予定よりもかなり手前に来てしまっていて、そこが原因でうまいこと金具が取り付けられませんでした。なので一回ここのコーキングね半乾きだったのでペロッとめくってですね、まあ、改めていろいろやり直しからの取り付け完了いたしました。やっぱね位置がちゃんと整ってると簡単に取り付けることができましたね。でも開けてみると、まあ、こういう感じです。ちょっとねこの高さがやっぱ合わないところもあってですね、まあ、合わせようと思えば多分合わせられるんですけど、ちょっと微調整が必要ですね。はい、こっちが1回目です。ただね2回目こっち側やったんですが結構綺麗にできました。開いた場所がなるべくまっすぐになるようにね頑張って調整してみました。はい、じゃあフルオープンの状態ですね。はい、まあ、ここがやっぱまっすぐだといい感じですね。粉惜しいんだよな、ちょっとずれちゃってますが、まあ、この後ちょっと微調整してみます。でこれの閉じた時の扉の固定方法としてこのねネオジウム磁石キャッチャーっていうものねつけました。これをつけるとはい、まあ、こんな感じでねしっかりと貼り付きます。多分走行してるだけじゃね絶対開かないぐらいの強度がありますね。まあ、1個ね700円ぐらいするんで結構高いんですけど、まあ、出っ張ったりとかがないプレートタイプなんで非常に取り回しが楽です。まあ、こんな感じで上部収納あらかた OK かな。はい、上部収納ができたということでですね、今回の動画最後こちらです。こういうものをね実は裏で作ってました。これ何かというとですね、皆さんここにね配線がビロビロといたじゃないですか。いつもこの配線を隠すアイテムになります。こうやってちょっと今回はそれの仮止めバージョンにはなってしまうんですけど、一旦ちょっとね使ってみたいと思います。どうでしょうか。ここの一角もね綺麗にあのボディの白い部分も隠れるし、配線が綺麗に隠れてくれました。でサブバッテリーがちょうどこのシート下になるんだよ、うん、そこから全ての電気が始まるわけじゃん、うんうん、でそのサブバッテリーから来た電気がここに繋がるわけで、上に上がってこれベンチレーターと照明につながるという流れになりますので、はい、うん、まあ電気の導線です。なるほど。でここを外すだけで配線も取れるし全部見える。で例えばベンチレーターに異常があったとか LED に異常があったって時はここの中央の天井を外せるんだよ、うん、で外せて、でここの点検口を外してこれを外す、そうすると全ての配線にアクセスすることができるので、まあ、簡単に交換なり、まあ、メンテナンスが行えますという流れにしました、うん、でここにもなんかこう家具が入るんですよ、うん、だからこの配線もちゃんと見えなくベッド下に行くっていう流れを考えてます。はい、はい、ということで今回は上部収納の DIY してみました。お疲れ様でした本当に。で今回の DIY でですね、まあ、この取っ手がまだ届いてはいないんですけども、この辺からこっち完成じゃない。完成。お疲れ様です。やったー。あの細かいこと言ったらまだあるけど、うん、もう家具的なところで言ったら本当取っ手つけるだけでもうこの一角以外は完成です。すごいです。いやすごいよこれ本当に。でまあ上部収納いろいろ大変だったし、木とかもなんか曲がっちゃったんだよね、うん、だけどこのね曲がりがなんならいい味出してません。結構目で見てわかるぐらいちょっと柔らかい、まあ、確かにそうだね。そうでしょう。カメラだとちょっとわかんないかもしれないけど、目で見るとそう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 、うん、なんかねわざと丸い木使ってんのかなっていう感じで、うん、綺麗にねできました。まあいろいろねまだ磁石が弱いかな問題とかいろいろあるんですけど、すべてが固定できますと。でまあなんとか素人ながらここまっすぐにしましたというところと、あと一番これ見栄え的に変わったなって僕思うのが、ちょっとカメラでも今映るかもしれないけどこの白いラインだよね。はいはいはい。壁と天井の間の白いライン。ここはもともと天井外したくてあえて隙間を残したんだよね。うん、ところがここの端の天井を外さないことになったんで埋めちゃえばよかった。後では思ってたんですけど、まあ、でもこれがさ上部収納によって隠れるわけじゃん。だからこの車の白いとこ全てが隠れたんで今回ので統一感が生まれました。やりました。ということで次回予告なんですけども、最後ここの一角やります。はい、ここやったらもうほぼ完成という形になるんですけども、うん、ついに明かされる最初から開いていたこの穴は何なのか、これが次回ね明らかになります。もしこの2つの穴が何なのか分かった人もコメント欄には書かないでくださいね。あ、そうそう、サプライズしたいんで。そうそうそう、この動画のコメント欄には書かないでください。その通り。はい、よろしくお願いします。ということでね、引き続きクイックデリバリーの DIY 完成に向けて頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録してお楽しみください。それでは本日の動画は以上。バイバイ。